今朝はただいまお読みしていただきましたイザヤ書の第48章の中から特別に20節のお言葉に中心を置いて恵みを取り下がしていただきたいと思います。もう一度20節の御言葉に目を留めていただきたいと思います。バビロンから出よカルデヤから逃れよ、喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主はそのしもべヤコブをあがなわれたと言え。今朝の題はバビロンから出よという、メッセージです。ずっと私はイザヤ書の40章から、ずっとこの礼拝の時にメッセージをしてまいりました。で今日はまあ48章ということです。そしてこの特に、私はの当麻は第二の日曜日スペシャル礼拝がいつもこの日に私の当番に当たりますね。なもんですからこのスペシャル礼拝というのはいわゆる伝道礼拝といいましょうか、伝道的なメッセージということでありますので、時にはイザヤ書全体の流れからコンテクストといいますが 文脈といいますが文脈を忠実に追い続けていくと、我が家によってはこの伝道メッセージというのには非常に難しいところが出てきます。しかしその中からできるだけ伝道メッセージになるようなそこから切り取りをするといいましょうか、そういう形になってまいりますと、この逆に今度はイザヤ書全体の流れというか文脈がこのおろそかになっていくという非常に難しいところに立つわけなんですね。しかしながらできるだけ文脈からを沿った中でそれでもなお伝道メッセージというかスペシャルメッセージになるようにと心がけてメッセージをしたいと願っております。でバビロンから出よというのは、このバビロンというのは今からもう2000数百年前の出来事のことなんでありまして、そこでバビロンという町から出なさいということはどういうことであるかということと、今私たちの信仰生活にこれがどう関わってくるのかということ、いやそんな昔の話でしかも外国の話で、それと今私の生活とどんな関係がある、日本人であり21世紀に住んでいる私とどんな関係があるのかと思いなさるかもしれませんが、しかし聖書はいつの時代であっても神の言葉として普遍的に私たちに語り続けているものでありますから、そのから恵みを見たいと思っているわけですね。でこのバビロンから出よというのは、すなわちそこにユダヤの人たちが囚われていたということが前提になっている言葉であります。ユダヤ書はずっとこうずっと読んでいきますと、そういう内容が分かってくるわけですね。でユダヤの人たちがバビロンに捕囚となっていた、まあ、捕囚という言葉も非常に聞き慣れない言葉なんですけれども、まあ、今の流行りの言葉、流行りというべきかアップデート的な言葉で言えば拉致されている、ちょうど隣の国にですね善良なこの少女たちが拉致されてしまって、もうそれから何年も経ってしまっているという状況、非常に非人道的な事柄が現実に行われているわけなんですが、これがユダヤの人たちがいわゆるその当時の派遣国でありました、いわゆるこの強力な国でありましたバビロンによって滅ぼされて、そしてそこに、民の主だった者たちがバビロンに捕囚となっていたということですね。でそこから出なさいというのがこのメッセージなんです。じゃあそれを今日私たちにどのように適応していったらいいんだろうかということですね。それは、一口で言うならば、私たちの人生の中にもいろんな縄目があるということが言うことができると思うんですね。いや目には見えておりませんけれども、私たちはいろんな縄目にがんじがらみにとらわれているということ、いわば人生そのもの
と言ってもいいかもしれません。しがらみと言いましょうかね、そういうものがあって私たちに何か心がとらわれている、自由がないと言いましょうか、本当に自分の本当の自分でありたいと思いながら本当の自分というものがを生きていくことができないという現実がそこにあるとするならば、バビロンから出ようというのはそういうしがらみから解放されよう、そういう私たちの人生の生き方の中に自分にとってのしがらみは何だろうか、自分にとっての斜めとなっているものは何だろうかということを思いながらこのメッセージを聞くということが大切な、あるいは聖書を読むということが大切なことだと思うんですね。それでないとただの小説を読むようにうーんといった形でそういうものなのかみたいなことで終わってしまう、それが自分の人生に振り返り、そして、ですね、そのメッセージに私は聞いていく、そうすると私たちは実は自由に生きているように思っているんだけれども、実際には本当の意味で自由なんだろうか、魂の自分の魂は本当の自由に生きているんだろうか、それとも何かにとらわれて、あるいはしがらみの中に私たちは何かしら自由を失った人生の本当の生き様を生きてはいないんではないだろうかというところがあろうかと思うんですね。そんな中で私たちはこの自由、真の自由というものを私たちは聖書が私に約束されているということを今朝覚えていただければ思います。まず第一にですね、バビロンから出ようと言って私たちを解放してくださる方とはどなたであろうかということを聖書から見ていきたいと思うんですね。このところに17節のお言葉を挙げましたので、見ていただきたいと思うんですが、イスラエルの聖なる方、あなたを贖う主はこう言われる、私はあなたの神主である、私はあなたに益となることを教え、あなたの歩むべき道をあなたに導く、あなたの歩むべき道をあなたに導く。私たちの歩むべき道、私たちが本当の自由の道、あるいは私が私である生き方、誰からも制限されないと言いましょうか、この制御されないで自分が自分である生き方を本当にすることができているだろうかどうか、でもその道を私はあなたに教えると言われるお方は誰であるかということです。ここにイスラエルの聖なる方である、神ご自身です。イスラエルの聖なる方、そして私たちを贖う主であるということがまず言われております。そしてあなたの神である主という言葉がここに出てまいります。このイザヤ書のところのですね、48章のところの、15節のところですかね、私がこの私が語り彼を呼んだので、私は彼を来させ彼の行うことを成功させるという、この彼という人がこの15節に書いてあるんですが、このことが誰であるか、彼とは誰のことであるか、この彼というものが人物がイスラエルを解放してくださる人なのか、それとも私と言われた神ご自身なんであろうか。これはもちろん神ご自身です。じゃあ彼とは誰かということなんですね。これ前からずっと読んでくると、さっきと言いましたようにこのイザヤ書の全体の文脈から言うと、それはね、クロスという人物なんです。で、クロスという人物はどういう人物であるかというならば、これはペルシャ王朝、アケメネス王朝とこう言いますけれども、
このペルシア王朝の始まりとなった人物、すなわちイスラエルを、ユダヤの人たちをバビロンから解放する歴史的な人物なんですが、じゃあ解放者はクロスなのか。いいえ、そうではありません。人ではないんです。クロスを用いて神ご自身が解放者であるという。今ですね、17節の方を見ましたが、もう少し今度戻りまして12節の方に目を留めていただきたいと思います。12節を開いていただき、1ページ後ろに戻っていただきたいと思うんですが、12節にこういう言葉が書いてあります。私に聞けヤコブよ、私が呼び出したイスラエルよ、私がそれだ、私が始めでありまた終わりである、という不思議な言葉が出てまいります。私がそれだ。先ほど彼といういわゆるクロスという人物のことを書いておりましたけど、イスラエルの人たちはバビロンから解放する人たち、ものは歴史的には実際的に行った人はクロスという人物なんですけれども、しかしそれを行わせたのが私だというのです。私がそれだと書いてある。この私がそれだというのは、英語の聖書をこう呼ぶと I am とこう書いてあるんです。この中学の英語の時間で私たちは一番最初にアイアムトム・ブラウンというのが私の時代にはありましたんですけども、アイアムというのは非常にですね、初歩的な英語ので、私はそれだ。でもこれは非常に意味が深いんです。実はアイアム、この言葉は神ご自身が、神が神であることを表す言葉として、この言われた言葉がアイアムという言葉です。これはね、モーセがね、エジプトに使わされるときに、あなたは私はエジプトに使わす。エジプトにいる人たちを、ユダヤの人たち、同胞の人たちをエジプトの苦難の中にあるところから導き出してください。と言って神様がモーセに命令を、この使命を与えた。そのときにモーセはね、そうしちゃう、あなたはどなたですか、誰が私を使わせたと言われたときに、答えるためには私を使わせたあなたはどなたですかと尋ねたんです。その時に神様はね、燃える芝の中から答えたんですね。それは私だ、 I am that I am、 こう言ったんです。私は、それは私だ、 I am、 I am というのは私は存在するという意味なんです。私は存在する。神は架空的な人物、存在ではない。人間が頭の中にイマジネーションとして作り出したお方ではないんです。よく言いますね、神様なんて結局人間がその人から、宗教なんてのは人間がその人の頭から作り出したものだ。いいえ、神は存在するから、I am と言われる。ここには、始めであり終わりであるとこう言ってますね。まあこの言葉をまた後の聖書の一番最後の、新約聖書の一番最後も出てくる言葉であるんですが、神が神であるということです。もう一箇所ね、新約聖書にもこのアイアムという言葉が使われたお方がいるんです。それ誰だ、イエス様なんです。イエス様がね、荒れ狂うガリラ湖に、あれ来るその船の中にいた弟子たちのところにイエス様が近づいていったんです。もうその船に乗ってる人たちはどういう人たちであるかというとね、漁師なんですよ。漁師なんていう人はね、嵐なんてのはへっちゃらですよ。しょっちゅう経験していますから、どうやったらそこが流れるかというのはもう本当に専門家です。私たちが船に乗って嵐に遭うような、そういうようなですね、この初歩的な経験ではない。その経験豊かな彼らがね、あるいはこれで危ない、終わりかもしれないと思った、そういう時にイエス様が近づいてきた。
そこで彼らはね、本当に落ち戻って、その時にイエスもおっしゃったのが、恐れるなとおっしゃった。そして、私だと言ったの。I am。私だ。これね、ここではギリシャ語ではね、エゴエーミンという言葉を使ったんですけども、I am という私だ。私は存在。嵐の中に、人生という嵐の中に、荒れ狂う人生の嵐の中に、今やもう本当に沈んでしまうかもしれないと思うような中に、神様は近づいて、イエス様は近づいて、そして我なり、恐れるな、と言われたお方です。私たちのイエス様は、私たちが信じる神様は、私の人生のいろんな混乱や戦いの中に、試練の中になぜこんなことが私の人生に起こるか、なぜこのようなことに直面しなくはないか、というようなそんな状況の中に、いろんな問題があるでしょう。私たちの人間関係のもつれ、もうどうにもならないような状況の中にあるかもしれない。あるいは私の肉体的な問題、もう本当にこの病に、なぜ私たちはこの病から逃れることができないのかと思うような縄目、あるいはそのようなしがらみあるかもしれない。そんな荒れ狂うような、そういう船の中にいるような自分たちの中にイエス様は近づいてきて何とおっしゃるか、我らに恐れるな、私だ、アイアンとおっしゃった。私たちを縄目から救うもの、私たちを罪の縄目から救うもの、私たちも今この現状に直面するこの問題から救ってくださるお方はどなたですか。I am と言われる神ご自身です。実際には彼によって使わされたクロスという人物であったとしても、しかしそこでは I am と言われるイエス様ご自身が私たちを名前から解き放ってくださるお方ですね。このお方は13節、もう一度ですね、イザヤ書の48章の13節の方を見ますとね、こう書いてある。誠に私の手が私のもとへを定め、私の右の手が天を伸び広げたと書いてあります。創造の神です。創造者の神である。で、この天を作り地を作られた神様が、これがイスラエルを召してくださった神様です。ということはね、私たちはね、創造説、神が天地を作られたというのことを、そして人を作られたということね、それをただなんか考えることは違うんじゃないかみたいなことで考え方が ずらしてしまうとね、本当の意味の神の創造者であるということの、創造主であるということの意味をわからないままに、変な議論へと発展してしまっていって、聖書が言いたいこと、聖書を届けたいと思っているメッセージからずれてしまうことがある。神が天地を作られたということは、突き詰めて言えばね、私の存在が世に送り出された、そうお方は神であるということです。私が神によって生きる根拠とさせていただいたという、創造されたということです。もし私たちがね、神様のメッセージなしに自分の存在というのはどういうものだって言ったら、生物学的に父と母との間に生まれた生物学的な存在としての存在しか過ぎない、あるいはそれがそういったものの延長線に行くならば、どういうところに行くかというならば、それは進化論に行ってしまうかもしれないです。それでもって自分の存在って、人間の自己の存在、私という人間の存在の価値判断というのが、ただ生物学上の存在であるとするならば何の意味もない。ところが私たちが神によって作られた存在である、
神によって世に送り出された存在であると信じるときに、ここに人間の尊厳が出てくる。私たちが生きる意味が問われてくる。でしょ？ここで言っていることは何？神は天地を作られた方である。いや、イスラエルを召した方ということは、私たちそのものを世に送り出してくださった。私が生きている人間として、伊藤正吉という人、この人格を与えた存在、あるいはそれぞれご自分の名前を持って自分をそこに見出していって、そして神より送り出されて世に使わされたものであるという自覚が立つときに、人間の尊厳性が出てくる。そうするときに、そのような神によって世に送り出された私たちがどんな生き方をするべきかということ、あなたの行くべき道をどういう道であるか私はあなたに示すと言われた神様のメッセージをここから聞くことができるということです。第2番目の問題に入っていきたいと思うんですが、第2番目には新しいこと、神の秘め事ということについて語らせていただきたいと思うんですね。6節に今度はもう少し戻っていきたいと思うんですね。本当はイザヤ書48章を最初からずっと読んでいけばいいんですけれども、時間の関係もありますので、それはなしにいたしました。で、6節にちょっと戻っていきたいと思うんですが、6節にこう書いてあります。私は今から新しいことを、あなたの知らない秘め事をあなたに聞かせる。これはね、神様はイザヤに語った言葉です。これから新しいこと、あなたが知らなかったこと、秘め事であるということを聞かせる。神様がイザヤを召して、預言者として召して、神様の秘密、神様のそのミステリーですね、これをあなたに耳打ちするから、これをあなたはイスラエルの人たちに語りなさいと言われることです。それは新しいことであるとこう言った。今先ほども新しいことを賛美しました。またここにも新しいことというのがあって、チャイチボゴトの今年のテーマは新しいことであるとこう言います。でもね、私たちは新しいことというときに、新しいって言えば意外とですね、新規なことは新しいかもしれないけど、結構軽薄であるということもまた新しいことの中にありますね。神様は私たちに言おうとしている新しいことというのは、そういう軽薄さではない、永遠の新しさ。私たちはまあこのチャーチボードをね、今年になってから新しいことと言うと、いろんな新しい政策が出てきましたんですね。まあこの場合もまた初めて、このネットというようなことを通してですね、ズームを通してチャーチボード全体の合同の祈祷会をするっていうようなことで、これも新しいことでしょう。あるいは今まであの理事会のものは少し縮小して、そしていろんな新しいことをやる。今までやってきた、あの発行してきたこのですね、良き道という新聞も新しいものとして、別の新しいやり方でやってくると。まあこの頃ですね、新しいその理事会も新しくなりまして、新しい理事会の方たちが新しいことを矢継ぎ早にですね、パッ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 こう出してきてますね。おじゃあ自分のこと新しくな、少しは新鮮になったかなという感じもしますが、その新しさとはちょっと違う。ですから新しいことといって、あれこれあれこれいろんな新しい政策が打ち出された、あそれが新しいことなのかというならば、私たちはそれに惑わされて目くらしめを与えられてしまって、本当の神様が私たちに備えようとしている新しいことを失ってしまうかもしれない。ここで言うところの新しいことは何であるか。聖書でね、新しいことというギリシャ語でも、新約聖書ギリシャ語で書かれているわけですが、新しいことというのは2つの言葉で表されているんですね。1つはネオスという言葉です。でもう1つはね、カイノスという言葉です。で、その
ルーモスというのはやや時間的な新しさで、カイノス、まあそれに限定してしまうとちょっと内容も違うかもしれませんが、まあ大雑把なことを言うとですね、ネオスというのは時間的な新しさ、それに対するのかカイノスというのは内容の新しさですというふうに理解していただけるといいかもしれませんですね。イエス様は新しい葡萄酒を新しい皮袋に入れるという表現をなさって、そしてご自分のメッセージ、ご自分の使命というものがどういうものであるかということについてお語りなさった言葉があります。しかし永遠に新しいものというのは本当は古いんです。古いからこそ新しいということを言える。この前私田舎に帰りましたですね、田舎の私の生まれたところはですね、青山という部落なんです。山形県の庄内地方の青山という部落なんですけども、非常に70軒か80軒ぐらいある部落なんですが、結構古くから私の家は古くからある家なんですね。元最上藩の侍だったそうですけどもですね、最上藩で大江騒動があって、大江騒動の方の悪者の方に、反逆者の方に加担したために大江断絶になりましてねそして、この妙の安全のために羽黒山に逃げ込んだで、主権上になって羽黒山の主権者になりましてね、そして今でも秋になりますと洞が吹いてですね、地方にこう回ってくるんですけども、そういうようなことをご先祖様はやったらしいですね。でところが私の部落のところに、ね、川が2本流れてる。洪水時になるとたくさん の死人がね流されてくる。今ではね築堤工事がちゃんとできていますからそういうことはないんですけど、昔はそう堤防がない時代はね、この大水に洪水になるごとに川の流れが変わるっていう、その度ごとに死人が流れ着いて、そして流れ着いたところが私の部落の青山というところで、ご先祖様がそれを見てですねそしてその自分のうちにそれを葬って名前を多聞寺という名前を付けたんですね。だから古い家なんです。だから蔵があるんです。蔵の中にね、いろんなものがあります。私、悪いことするとね、蔵の中を植え込められたことは、子供の頃。で、そういうような中にね、蔵にはいろんなものがある。漆塗りの器、茶碗っていうか、木でできた器ですね。漆塗りで。これがね、お祭りであるとか、お葬式であるとか、結婚式であるとかという時にのみ使うんです。それを出してきて、そしてそれを使ったら終わったらきれいに洗う。洗うと水でありますから、それを今度は乾いた布でもうキュッキュッキュッ拭いて、そしてしまうんですね。これはね、もう何百年と使ってるんです。新しいんです。古いけど新しい。だから新しいというのは新規なものだけがいいわけではない。本当の良い素晴らしいものは古いけれども新しい。福音は決して新しいものではないんです。福音は古くからあるけれども、しかし常に私たちに新しい存在、これがねミステリー、秘め事なんです。神様が語った言葉、そしてそれがね、私はあなたにそれを語るとイザヤに語られた。伝道者っていうのはね、メッセージを語るものです。メッセージを語るものは神からこの新しい秘め事を聞いて語るものです。神から秘め事を聞かないままに語るものは神の伝道者ではない、説教者でもない。説教者とは神が何をおっしゃってるか、神が語った言葉を聞いて、暗きで聞いたことを明るみで語れ
と聖書が言われ、イエス様が言われたようにですね、このメッセージは暗きで聞いたものを明るみで語るもの、狭いところで密室で聞いたものを屋根の上で語るもの、これが私たちのそのメッセージを聞くものです。さて、では聞くということに意味がある。今度はそれはいたずらに聞いた時では、私たちは正しくそこから理解することはできない。イザヤ書を見ますと、聞くという言葉がどんなに大切であるかということがね、何箇所か書いてありますね。聞くという言葉に関係する言葉を多く出てますので、まず見てみたいでしょうね。今度は一節まで戻りましょうか。イザヤ書48章の一節に何と書いてある。これを聞け、ヤコブの家よ、聞きなさい、とこう言ってますね。3節に、私はそれを聞かせた、とこう書いてあります。5節に、私はかねてからあなたに告げ、あなたに怒らないうちに聞かせたのだ、と書いてあります。6節に、あなたは聞いた、そしてあなたの知らない秘め事をあなたに聞かせる、先ほどの言葉ですね、聞かせるという言葉です。で、7節に、今日まであなたはこれを聞いたこともない、という言葉が出てまいります。8節に、あなたは聞いたこともなく知ったこともない、という言葉が出てまいります。12節に、私に聞け、ヤコブよ、と書いてあります。そして14節に、皆集まって聞け。16節に、私に近づいてこれを聞け、という喜びの声を上げてこれを聞かせよというのは20節。今度はその消えたメッセージを今度は人に聞かせるようなものでありなさい、という言葉。これと関連する言葉で18節の言葉に、あなたが私の命令に耳を傾けてさえいれば、という言葉が書いてある。聞いていれば、こういうことは起こらなかったはずだ、という言葉です。これ、家庭法なんですね。家庭法。あなたは聞いていれば、でも聞いてはいなかった、ということなんです。あなたがなぜ今バビロンにいるのか。それは私の語った言葉をあなたは聞いていなかったからだ。もしあなたが私のメッセージを、あなたというのはこの場合のあなたはイスラエル全体を指していってるんですが、イスラエル全体、ユダヤの人たちを、もしあなたが私の言ってることを聞いてさえいれば、あなた方は今バビロンにいるはずはなかったのだ。だけども聞いていなかったので、あなた方は今バビロンにいるのだ、ということですから、聞くということ、メッセージを聞くという態度、姿勢、あるいはそれに聞き従って私たちはそれに応えていくということなしに、ただ聞き流すということであっては、大きな課題がここに生じてくる。イザヤ書全体から言っていることは何である。私が語ったことをあなた方もし聞いてさえいれば、あなた方聞いていれば、聞いていれば、家庭法でずっとこう書かれている。その結果、あなた方は今バビロンにいるではないか。だから、だけども、さて、そこからあなたは出なさい、というメッセージ。はい、3番目、バビロンから出よう、という言葉です。20節の言葉ですね。バビロンから出よう、カルデアから逃れよう、喜びの声を上げてこれを告げ聞かせよ、地の果てにまで響き渡らせよ、主が死のせもべヤコブをあがなわれた、という。バビロンからの脱出というのは、私はその前に脱出という言葉を知ってますね。すればエクセダス、脱出という意味です。どこから出たか、それは最初はエジプトから出たでしょう。ですから、
聖書ではエジプトから出たということで出エジプトという言葉を使いました。これはここでも出よ、脱出せよ、出バビロンということで、これでですから、もし これが独立したもし何かがあるとすれば、この文章があるんだとすれば、ここのところが出バビロンというふうになってしまったかもしれませんが、このバビロンから囚われ人から出なさい、そこから出なさいという言葉ですね。それで私たち あのことわざの中にね、住めば都という言葉がありますね。住めば都、場所はどこであれ、住んでしまえばそこはもう慣れ親しんだ都になってしまうという言葉です。しかしバビロンに捕囚となって、この時あるいは何年でしょうか、あるいは50年、あるいは70年、まあダニエルを計算したところでは70年だとこう言いましたが、実際にはあるいは50年ということもあります。彼らはそこで大日本国故郷となっていました。しかしバビロンがどんなに住めば都と言ったとしても、それは住む場所では、彼らの住む場所ではない。イザヤ書の52章、今度はちょっと前の方に行きますが、52章ページですと1258ページですが、52章の11節のところにね、同じような言葉が書いてある。され、され、こうでは出ようではなくて、されとか、されよ、昔のメッセージではされよ、されよという言葉になってたんですが、ここではされ、されとこうなっていますね。そこから出て行け、汚れたものに触れてはならない、その中から出て行き、身を清めよ、主の器を運ぶ者たちよ。主の器を運ぶ者たちはイスラエル、ユダヤの民たちのことを指して、彼らは主の器を運ぶ者たちであった。でも今いるところはバビロンである。そこから去りなさいという言葉です。バビロンという国はね、ところはね、まあ都市ですが、そこは当時最高の先進国です。最初の先進、宗教的にも、あるいは文化的にも、文化都市でもありました。また商業都市でもありましたね。お金も人も集まる場所であった。人々がこぞってそこに行きたがる場所でもあった。でも彼らは自分の意思でそこに行ったんではなかったんですけど、捕らえられてそこへ行ったわけなんですけれども、しかしいつの間にかそこに馴染んでしまって、そこが良くなってしまってくる。商業都市、金儲けもできる都市、うまく立ち回ればお金も手に入る。確かにそういう人たちもおりました。そういうような目先の効いた生活をする人たちも実際には起きたんです。しかしそこは神のための住む場所ではないんです。第2コリントコリントの手紙の開かなくて結構ですが、コリントの手紙の第6章の14節にはね、こういう言葉が書いてあるんですね。釣り合わない首輝きを共にしてはいけないっていう、釣り合わない言葉を共にしてはいけないってあります。バビロンはどんなに優れた都市であったとしても、そこは神の民イスラエルの人々が住むところではないんです。私たちにとってのバビロンはどこでしょうか。釣り合わないものと共にそこに住んでいる、あるいはそういうような生活に馴染んでしまっているということはないだろうか。クリスチャンにとってそこがどんなに魅力的なところであったとしても、神の約束の地以外のところに住むところではない。慣れ
親しんだところの土地から離れるということは不安がよぎるかもしれません。しかしね、神様はかつてあの荒れ地を通られた時にそこに川を設け水を湧き出させた場所だった。これ聖書に書いてありますよね。21節にそのようなことを書いてあります。主が荒れ地に荒れた地を通らされた時も彼らは乾くことがなかった。主は彼らのために岩から水を流れ出させ岩を裂いて水をほとぼりとさせられたと書いてあります。バビロンから出なさい、そこから出てきなさい、新しく今まで50年あるいは70年慣れ親しんだところから出ていく不安があります。出ていけと言われて出ていったその先がどうなるんだ、また荒野を通っていかなければならない。私たちは新しい人生を始めようとするときに、あるいは何か決心をして新しいことを取り入れようとするときに、挑戦しようとするときに、それを後ろから引き戻す勢力というか力が働きます。でも神様はおっしゃった、いいえ、恐れてはいけない。かつてイスラエルの人たちがあの荒野を通った時に、これはシナイ山のことを言ってるんですね。あのエジプトから出てた時のことを言ってる。あの時に神様は水がないと言った時に岩を裂いてでもそこから水を出したではなかったか。あの経験を忘れたか。神様とはそういうお方、私たちのことのために、私が神様を信じてそうして今のその生活を打破して新しいところの神の挑戦する神様を示すそのところに進もうとするときに不安を感じるような時があったとしても、しかしいえ、神様は私たちを今まであなたを支えてきたあの出来事があったではないか、あそこであなたが困難な時にどんな助けを与えたか。エジプトを出た時にそうだったでしょう。岩が裂けて水が出た、あるいはうずらがやってきてそうして肉を食べた、そういう経験があったではなかったか。それはまた私の個人の生活の中にもそれを当てはめて考えていく時に、ああ、なんというそういう時があった、実証済みなんです。私はね、皆さんに申し上げたいんです。今本当に皆さんから祝福されて90歳のね、お祝いをしていただいて本当に感謝だった、嬉しかったです。でもね、90年生きてきてちょっぴり皆さんより少し長生きしてる、まあ岡村兄弟それより3年上ですからでもね、自分の経験から、自分の経験から90年間、まあ90年のうちにクリスチャンはそのうちの全般はそうではありませんでしたけれども、その生涯を振り返ってみて、決して神様は不真実なことはなさらない、それだけはもう証しすることができる。いやいや、現実の問題としてこんなものはたくさんありましたですよ。でもそんな中で神様は決して不真実なことをなさらない、ああ、あの時あの危機の時にも私を支えてくださった、こんな時もあった。もう詳しいことは時間もありますので話すことできませんけどね、ある時はもう夜中にね、目覚めた時はもうびっしょり汗が、精神的な実は戦いがあったんです。その頃詳しくは内容を話すことはいたしませんけれども、もう本当に水の中から上がってきたように汗びっしょりになって、ですからその布団の中にまた入ることはもうできないんです。だから布団、新しい布団を下ろして、そして寝巻きも新しいので取り替えてまた寝るというようなこともあった。そういう精神的に追い詰められた時があったんです。でもね、
その中で神様は言うに言われない平安が心に来たんです。これはね、私は90年生きてきたということはちょっとだけ皆さんに自慢というかということはありませんけども、それは神様は確かにね、支えてくださって、ここでもそうでしょ、岩を裂いて水をほとぼりを出させてくださった。ですからバビロンから出なさい、今のそのあなたの状況の中にあってがんじがらめにもしなってるんだとすれば、あるいは私たちをもう囚われているものがあるとすれば、そこから出なさい、主を見上げて出なさい、不安に思うことはない。カルデアからバビロンから出よ、カルデア、バビロンもカルデアも同じ言葉です。バビロンから出よ、カルデアから逃れよ、喜びの声を上げてこれを告げ知らせよ。すでにそこから出ているものがあるとするならば、愛する兄弟姉妹、私はあの縄目から解放されたのだ、この救いは素晴らしいですよと言って人々に語り伝えなさいというのがここでのメッセージですね。縄目から自由にされたこと、全く自由を得てその喜び歓喜の中に生きること、そしてその喜びを人々の間に語り伝えていく、救われている、イエス様によって救われた存在です、この救われているという私が喜びをまた誰かに語り伝える、それがここで言われているメッセージなんですね。地の果てまで響き渡らせよ、主がそのしもべヤコブをあがなわれたと言え。今日は伝道メッセージです。イエス様の十字架のあがないによって救われたお互いであることを思うときに、縄目から解放されていることを感謝しながら、これを伝えていくものでありたいと思います。お祈りします。天の地なる神様、あなたの御名を挙げて感謝をいたします。今日イザヤ書48章からバビロンから出ようとメッセージをさせていただきました。主どうか神様のメッセージがどんな素晴らしい恵みであり、私たちには今いる縄目から自由にされたもの、しかして真理を知らんし、真理は何じらを自由にすると御言葉にあります通りに、福音によって全く自由にされた存在であることの上に感謝をいたします。その恵みを私たちはさらに多くの人々に伝え、分かち合っていくものとさせてくださるように、愛する方々を一人一人をお励まし、励ましてくださいますように、ネットを通してこれに参加されている方々の上にあなたの豊かな恵みと祝福がありますように、尊い主の皆によって祈ります。アーメン。